天文19年1550、父義晴の葬儀に先立って、足利義輝はこのように述べたという。私は武士たちと志を一つにして、一度大軍の敵をしのぎ、一戦に先行を奪い、もしも、勝利を得なければ、カバネを軍門にさらすことになろうとも、一歩も引くことはしない。当時、わずか14歳の少年は、父の死を目の当たりにし、将軍、としての決意を、あるいは自分に言い聞かせるために、こう述べたのかもしれない。しかし、これは義輝の苦難の人生の始まりに過ぎなかった。ちなみに、半年弱ぶりの動画ですけど、何か言うことは？もしも視聴者の理解を得られなければカバネを軍門にさらすことになろうとも。カバネはいいからおとなしく動画あげろ。というわけで、お久しぶりの室町時代解説。今回は、義晴の死後、足利義輝と三好長慶の動向について見ていくよ。てか、なんで急に投稿ペース落ちたんだ。ちょっとポケモンスリープやりすぎて、1本寝てる間だけだろ。というのは冗談で、義輝期に入ってから、見るべき参考文献がすごく多くなってきて、インプットと整理に時間がかかってたんだよね。義晴や義胤はまだしも、義輝はちょっと知名度上がるし、研究の量も多いわけだな。そんなわけで、かつての月1ペースは難しくなるかもですが、シリーズは続きますので、お付き合いのほどお願いします。で、今回は義晴が亡くなった後からスタートか。そうだね。義晴は没しても、宇治綱方との戦闘はまだ続いていた。今回は、春元方と宇治綱方の間で繰り広げられた。戦い、誘拐、暗殺飛び交う、カオスな機内情勢をお届けするよ。カオスじゃなかったことなんてないんだよな。天文19年1557月。義輝は大御坂元にて御前沙汰始めを行い、事実上の大始めの政務が行われた。冒頭でもあったけど、わずか14歳で亡命中に代替わりってハードだな。しかも、将軍家が動けなかったことで、春元方の足並みは崩れており、近江の義輝や六角氏が動けない中、春元勢が単独で宇治綱方と戦闘していた。春元は単独で戦闘を続けたわけか。春元方の主力の功罪もとなり、三好政長の子である正勝らは奮戦するも、長慶勢も三好長安、祖豪一政らを率いてこれに応戦。一方の義輝は、父義晴が不審途中だった中尾城へと向かい籠城。しかし、10月頃に当時に対し、不審へ協力するよう報書が出されていることから、未だ中尾城は未完成の状態だった可能性がある。義輝は未完成の城にこもってでも、徹底抗戦しようとしたわけか。実際、父義晴の都落ちを招いた直接原因は、宇治綱と長慶なわけだし、父を亡くしたばかりの若い義輝に、割り切っては僕を結ぶなんてことはできないだろうね。逆にここでおいそれと許してしまうこと自体、自分の権威を傷つけることになりかねないしな。それに、春元が四川派として動いてしまってる以上、もう後には引けないだろうしね。しかし、足並みが揃わない状況で打ち勝てるほど宇治綱方は弱くなかった。父の没後からわずか半年、天文19年1550、11月、宇治綱方の攻撃に耐えかねて、義輝は中尾城に火をつけて近江へと撤退したよ。父を亡くし、城も落とされて、多感な時期の義輝にとって、結構な精神的ダメージだなこれは。しかし、翌天文20年1551、正月に、さらなる悲劇が義輝を襲う。時継ぐ狂気によれば、大樹、義輝を連れて上洛しようとする企てが露見し、伊勢貞隆、一色藤長、信じ方三つらが京都に独自で上洛したとのことだったよ。義輝を無理やり京都に連れて行こうとしたってことか。一体なんでそんなことをしようとしたんだ。上洛の動機は、資料に残っておらずよくわからないんだけど、木下正樹氏は、幕臣たちが宇治綱方と春元方で対立しており、宇治綱や三好長慶を支持する一部の幕臣が、和睦を主張して孤立したため、強引にも将軍を連れて上洛しようとしたのでは、と指摘しているよ。今勢いがある宇治綱方が有利と見て、無理やり和睦させようとしたってことか。おそらく、そうじゃないかな。ただ、この計画は失敗して、参加者の幕臣数名が京都に戻ったようだよ。計画に失敗した挙句、勝手に京都に戻ったわけか。しかも、
その中には代々幕府の万所執事を務めた、伊勢氏当主、伊勢貞孝の姿もあった。貞孝は過去の伊勢氏当主と同じく、義輝の母屋、乳母、にも定められていた。将軍の育ての親にもかかわらず、こんな計画に加担するとは。伊勢貞孝って、そんなに三好に近しい間柄だったのか。正直、この事件は資料が少なくて、実際のとこはよくわからないんだよね。例えば、同じく事件に加担していた、幕臣の一色藤長も、この事件の記事が藤長の所見資料で、義輝に仕えていること以外の情報がわからない。結局は、事件に加担してたから、三好派だったんだろうという推測なわけか。そういうことだね。藤長は、この3年前に胸中の乱闘により、父の晴友が不慮の死を遂げているから、家督継承後の不安定な状況で、三好方の援助を求めようとしたのかもしれないね。現状、京都を抑えているのは宇治綱と三好だから、ここの事情はあれ、やはりそれを頼ろうとしたというのが実態なのかな。さて、これに対して宇治綱や三好長吉は、伊勢貞孝の上洛を歓迎した。宇治綱方は意外にもウェルカム体制なのか。まあ、彼らは春元と敵対していただけで、将軍家との敵対は望んでいないわずだからね。なるほどな。3月7日には、伊勢貞孝が長吉の滞在する吉祥院に訪れ、宴会が開かれて退院して盛り上がったそうだよ。随分と三好と仲良くしてるんだな。三好方は、京都統治において伊勢氏の力を借りようとした可能性もあるから、ここで親睦を深めようとしたのかもね。飲み会を通じて、伊勢氏と三好氏は仲良くなったわけか。こうして、せっかく仲良くなった三好長吉へ、伊勢氏から丹精込めたプレゼントが渡された。万所執事からのプレゼントって、一体なんだ。この夜、伊勢氏の小わっぱが吉祥院に侵入して、密かに炎をサプライズプレゼントしたよ。いや、放火魔やん。さらに伊勢氏からのプレゼント攻撃は続き、3月14日には、貞孝邸を訪れた三好長吉に、信じ方三つが刀を使ったパフォーマンスでもてなし、長吉に3箇所の刀傷をお見舞いしたよ。もう完全に殺意丸出しやないか。伊勢貞孝や信じ方三つは、三好氏とは僕しようとしたんじゃないのか。なんでこんなことになってるんだ。これについても、事件の詳細を述べた資料はなく不明なんだけど、細川良劇では、信じ方三つが、吉藤より仰せつけられた、と述べたとあるよ。つまり、義輝が暗殺の首謀者だったと。どうなんだろうね。信じ方三つは、数ヶ月前に起きた、義輝誘拐の一件に加担してたし、あれ以降京都にいて、かつ実質的に義輝に近江を追い出された方三つが、いつどうやって義輝の命を受けたのか。そもそも、将軍誘拐を企てようとした謹慎が、なんで義輝と連絡を取れてるんだって話だしね。足利奇跡には、長吉に本領を奪われた恨みという説も挙げているけど、裏付ける資料はなく、決定打がないよ。三好方と手を組んでみたものの、意外とうまくいかずに揉めてたのかもな。ただ、前後の状況を見てみると、1ヶ月前の2月に、長吉勢が近江へと出陣していて、義輝と三好方の和睦を考えていた幕臣たちは、この出兵に対する報復をしたのかもしれないね。和睦するつもりで上洛してきたのに、義輝のいる近江に攻め込まれたんじゃ、確かに話が違うってなるわな。まあ、一番謎なのは、その近江出兵に伊勢貞孝も一緒に参陣してることなんだけどね。幕臣としてのプライドないんかこいつ。そして、もう一つ怪しい動きをしているのが春元勢で、春元方の三好正勝と香西元就が、長吉暗殺未遂事件の翌日に京都に出兵している。さも事件が起こるのを知っていたかのような速さだな。でも、春元が首謀者なら、実行犯たちが三好になびいた幕臣なのが腑に落ちないな。春元と敵対する長吉になびいた幕臣が、なぜ春元と連携できたのかってなるよね。影響の割に、謎が多い事件だなこれ。この事件で唯一はっきりしているのは、伊勢貞孝が完全な裏切り者にしか見えないことだね。万所執事とは何だったのか。なお事件の翌日、責任者とみなされた貞孝は三好長吉の軍勢に館を放火されたよ。結局、何がしたかったんだ。さて、長吉を狙った一連の暗殺計画は失敗したものの、同じ年の天文20年1551、5月、
長吉の同盟者であり、河内の実質的支配者であった、遊佐長範が暗殺された。長吉に続いて、河内の遊佐がターゲットになったのか。長範は高屋城にて、京都六条道場の奉仕に殺害されたと記録があるが、これまでの長吉暗殺計画との関連性は不明だよ。これについても、真相は闇の中ってわけか。ただ、この後遊佐長範の後継者をめぐって対立。嫡子の遊佐信範は幼少だったため、その名代の地位をめぐり争いが発生したよ。いわゆるお家騒動が起きたわけか。そして、ここで頭角を現したのが、後に河内の実力者となる安見宗房だよ。安見宗房。安見宗房は、大和落ち氏の中言の出と言われるが、その出自は定かでなく、確実な所見は遊佐長範の配下に入った後になる。遊佐長範の配下として台頭したわけか。宗房は、木沢長政の旧臣である高山博頼と共に、南山城の守護代を務めており、弓倉博俊氏は、木沢長政の乱を機に、両者は遊佐長範の傘下に入り、木沢長政の活動した南山城や北河内、大和一帯で勢力を伸ばしたのだろうと推測されているよ。高山博頼と安見宗房は、木沢長政の勢力を引き継いだような存在だったわけか。そして、遊佐長範が暗殺されると、宗房は、遊佐一族と見られる遊佐政富士を後見人に推した。一方、遊佐家中の茅栗片継らは、長範の弟を推したことで対立したよ。遊佐政富士ってすごい名前だな。この人は一族ってこと以外、詳しいことはわからないのか。そうなんだよね。そもそも、幼少の遊佐信範であった可能性もあるらしく、これからの研究が待たれるよ。で、このややこしそうな対立を宗房はどうやって乗り越えるんだ。そりゃもう、暗殺と粛清よ。今回、暗殺飛び交いすぎだろ。翌天文21年1552、2月10日、安見宗房が遊佐家中の茅栗氏、田川氏、吉益氏を粛清。また、南山城続き軍の黒人で、畠山氏の有力打ち衆だった野尻氏にも、安見宗房の子が養子に入ったことで、実質的に乗っ取る形になった。遊佐家中や畠山家中の有力者を、次々に粛清していってるな。宗房の粛清劇は、なんでこんなにすんなり成功したんだ。安見宗房は、何も単独で粛清に乗り出したわけではなく、畠山氏側近の丹下森とも、遊佐家中の走り森秀と共謀していた。畠山家中、遊佐家中それぞれに協力者がいたわけか。そのため、この粛清劇をもって安見宗房の勢力は拡大したものの、その地位は、畠山氏や遊佐家中をまとめ上げるほど高かったわけではなく、この後、丹下森友によって畠山高政が擁立され、3年ぶりに河内に畠山氏が復活することとなる。安見宗房は、遊佐長範の地位を引き継いで河内でやりたい放題できたわけではなく、あくまで勢力を拡大させただけというわけか。そういうことだね。こうして、江口合戦を経て遊佐長範が滑るかに見えた河内は、再び畠山氏の下で統合されつつあった。そしてこの背景には、将軍義輝と氏綱の動きが大きく関係していた。遊佐長範の暗殺から2ヶ月後の天文20年1551、7月、春元の軍勢が洛北に攻め込んだ。主力は、東寺正成と名前を変えた三好正勝、香西元就と柳本元俊に加えて、蘇郷森重や松田守に対抗する泉国人、岸和田城への対付が参加していた。主力の三好正勝、香西元就は変わらないが、泉の勢力も参加していたんだな。しかし、これも三好方によって鎮圧。そして、翌天文21年1552の正月、義春期から将軍を支えてきた六角貞頼が病没。義輝は大きな後ろ盾を失うこととなった。結局、貞頼と春元と将軍家の足並みが揃わないまま、貞頼はこの世を去ってしまったのか。六角氏の家督は、貞頼の子である六角義方が継承。義方は父の異名か、はたまた自身の考えによるものかは不明だが、畿内の情勢を一気に変える決断をした。一体、何をしたんだ。近江に亡命中の将軍義輝と、細川氏綱陣営との和睦交渉だよ。いや待て待て待て。氏綱との和睦って、そもそも近江には細川晴元がいて、六角氏は晴元と縁戚関係にあるのに、
これはだいぶ大きな方針転換じゃないのか。そうだね。今まで、曲がりなりにも春元、義輝、貞頼による、三位一体の体制を維持してきた六角氏にとって、宇治綱方と手を結ぶのは、春元に対する裏切りとも取れる行為である。手のひら返しもいいとこだよな。実際、吉田兼右はこの和睦について、義方の行動は、かつての長田に匹敵するものであると述べているよ。長田って、誰のことだ？ここで言う、長田、は、平治の乱の際に源義朝を裏切った長田忠宗のことだね。平治の乱って、室町時代よりだいぶ昔の話じゃないのか。平治元年1159のことだから、約400年前の出来事だね。またえらい昔の話を引っ張り出してきたな。それだけ衝撃的な出来事だったということだろうね。で、宇治綱方は交渉に応じたのか。宇治綱や三好長慶はこの和睦を受け入れ、長慶の息子、後の三好義興、三好長康の息女らが人質として六角氏に預けられ、六角方からは、家臣である蒲生氏や後藤氏の子息と、春元の子である、後の細川明元が宇治綱方に預けられた。六角氏の家臣はまだしも、春元の息子が人質になってるが、当の春元は抵抗しなかったのか。春元は近江を出奔して若狭へ落ち延びており、人質の件に春元が同意していたかはよくわからないんだよね。再起を図るまでの間、六角氏に全てを託したのか。はたまた、六角氏が春元をはめたのか。ただ、馬部隆弘氏は六角氏の動向について、貞頼ほど積極的に介入はしないものの、最終的には春元片辺の統一を目指した、と述べており、曲がりなりにも義兄弟である春元と六角義方は、連携を目指していたものと考えられる。そういえば、六角貞頼の娘が春元に嫁いでいるから、六角義方と春元は、義兄弟になるのか。こうして、足利義輝は約2年半ぶりに帰郷。上洛の行列には、奉公衆ら幕臣をはじめ、母である慶寿院や近衛氏含む公家、そして、義輝らちを企てた張本人、伊勢貞隆の姿もあったよ。あんな事件を引き起こしていながら、一応幕臣としての地位を取り戻したわけか。かつて、足利義胤が西国から上洛し、将軍に復帰した際も、明王の政変で自分を廃した伊勢氏を許している事例があるし、義輝も、貞隆を許して取り込むことで、権力の強化を狙ったんだろうね。これからは宇治綱や三好とうまくやっていかなきゃいけないわけだし、過去の遺恨はともあれ、三好氏とのパイプ役として活躍できそうだしな。そして、上洛から2ヶ月後の3月には、細川宇治綱が右京の大部に任官し、細川慶長家の家督として認められ、同時に、その弟細川藤方が馬の神に任官され、細川天球家の家督を継いだ。細川慶長家とそれを支える天球家の家督は、名実ともに高国方になったわけか。細川高国の没後から約20年、春国や国吉など、数多くの犠牲を払った高国派はここに復権を果たしたよ。長い道のりだったな。本当にね。一体どれだけの替え歌を作ってきたか。それはただのお前の趣味だろ。義輝は2月に朝廷へと参内を済ませたが、その数日後、三好長慶を御友衆に任じ、宇治綱や藤方だけでなく、父義晴を没落させた張本人である三好氏への歩みよりも始めた。自分の首を晒してでも戦うと言っていた義輝が、この数年でいろんなことを学んで、機内での生き残り方をつかみ始めたのかもしれないな。しかし、機内情勢は義輝の成長をはるかに超えるスピードで、複雑な方向へと進み始める。複雑な方にしか道ないだろこの時代。というわけで、今回の解説はここまでです。投稿ペースが以前より落ちてはいますが、投稿は続けていきますので、これからもカオスな機内戦国史にお付き合いください。どうかよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。